まだだよ。まだ1時間以上あるよ。まだ1時間以上あるから。あとでお腹空いちゃうからまだ待ってて。まだ寝てな。まだ1時間あるからね。早い早い早い。ゆっくりしてて。まだだよ。まだまだ全然まだまだ。まだ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 。わかるでしょ？わかるよね。わかるよ、子たちだもん。うん、一個一個。違うね。近づけばあげるとかじゃないの。まだですよ。いつの間にかみおちゃんも来てるし。まだだよ。まだ1時間あるから待ってて。まだ早すぎるの。ね、お腹空いちゃうの。お腹空いちゃうの。寝ててください。え、子たち、そっから見てもまだなのよ。まだまだ、まだ1時間あるから。いつもこの時間にはもらえないでしょ。しかも毎日1時間前から圧はかけてくるけれども。早いのよ、圧が。いや、そっから圧かけるの好きだね。まだなのよ。お願い分かって、まだなのよ。これ毎日やってるね。このやりとり毎日やってるね、子たち。早いのよ。まだなんだって。ちょっと私まだやらなきゃいけないことあるからさ。ね。今あげたらお腹空いちゃうよ、後で。お母さん帰ってくるのすごい先だよ。起きて待ってるんでしょ。早すぎてまずお腹空いちゃって大変だからね。寝ててください。もうちょっと待ってますか。うん、待っててください。違う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 。ちょっとお小腹をおやつでごまかしておいて。はいはい、あと30分ね。ちょっと早くするから、あと30分は我慢しようね。いや、ポジション戻ってるかな。確かにそこだと机越しにもコタさんが視界に入るんですよね。そのパソコンやってて、その奥にコタさんいるというか。よくわかってるね。すごいね、コタちゃん。お腹すいた？お腹すいた？ご飯食べる！ご飯食べる！食べる！お腹すいた？ご飯食べる！ご飯食べるか。みおちゃんがちょっとどいてる。いつも逆だね。おいしさ準備するね。はい、準備します。みおちゃんおさり、おさり。こっちが座ってくる。みおちゃんはおさり。さいこ、こっち、さいこ。行くよー。よし、こっちが走ってた。みおちゃんはいいな、ボール。チーズ。